はい、えー、ちょっと信じられない、えー、ミスが出てしまいましたね、鍵山優真選手、うん、イタリア大会ショートプログラム、うんまあ、あの得点から先に言うと80.53という得点で、えー、7位です。はい、で、えっと、テクニカルエレメンツが37.77、プログラムコンポーネンツ42.76となりました。 はい、えー、ちょっとびっくりです。あのただ演技の内容を振り返る前に、よく80点までなんとか載せてくれたなっていうのが僕の思いです。はい。えー、演技を終えた鍵山選手です。あの、ちょっとうつむき加減で、あの先生、お父さんのね。 えー、エッジカバーをこう取ってあのエッジケースエッジカバーをこう,こうあのエッジに付けると,ところなんですけどちょっとあのー、まあ不満というかねあのー、まあイライラしちゃってるかなっていう感じがあって、えー、残念でしたうん。でですね今回のそのそうですねあのー ジャンプ振り返っていこうと思うんですがまずですね最初の4回転サルコーの場面ですはい、えー、こちら4回転サルコーですねまあ帰って4回転回ってたかと思うんですけど着氷した時にですねこのようにあの着氷の足がこう引かねぐねってね ぐねってなっててなししまいまいたでかなりあの危ない着氷をしてしまったかなっていうふうに思っていてで空中姿勢もいつもの鍵山選手とはかなり違った形になっていたんで大丈夫かなと思ってたら着氷のコントロールできずにですねえこのままぐいってなってそのままあの行っちゃったみたいな感じになってしまいましたいつもの鍵山選手は結構膝猫足着氷によってですね膝をコントロールすることによってえ着氷のコントロールすることができたんですけれど けれども、そのキャパシティとかを大きく超えてですね、まあ、スピードをコントロールすることができずにグイっていってしまったかなというのがありました。4回転サルコウ、トリプルトーループの予定失敗ということです。で、こちらが4回転トーループの予定だったんですが、これがなんとトリプルトーループですね。4回転トーループの予定がトリプルトーループになってしまいました。でですね、こ,こちらも同じようにですね、こう、前、 着氷した後に後ににろを向く形になっちょっとグイッてなってしまって、えー、着氷をコントロールできないようなそういった形で、えーまあ、あのステッピングアウト大きく崩れてしまったという感じになってしまったわけですね。まあ、足が変な感じになってしまったというような印象を僕は受けました。 でえっと、3つ目のトリプルアクセルは綺麗に決まったしそれ以外のスケーティングに関しては非常に良かったかと思うんですが、まあ、ジャンプ2本大きく崩れてしまったっていうのはちょっとえ残念ですね。うん 7位ということで,です、ね、フリーで巻き返しを図りたいカリラ山選手なんですけど、ただです、ね、この出来でよく80点に、えー、この出来で,です、ね、よく80点、えー、乗せてくれたなっていうのは、僕の正直な気持ちです。あのなので、えー、まだフリーは十分挽回できるかと思うんですが、ちょっと4回転ジャンプの不安があるのかなというふうにも見受けられましたので。 そこが、まあふどこまで修正できるかというところですね、まあ、少し焦りとかね、そういったものを少し感じました、着氷するときもなんか、ちょっと飛び焦ってしまってたかなっていうところがあるので、あとは着氷の仕方に不安がちょっと出てきてしまったかなっていうのはあるので、そこをどうコントロールしてくれるかっていうところをフリースケーティング挽回、頑張ってほしいなというふうに僕は思いましたね。うん はい、えー、それでは鍵山選手についてはこれで以上になります。